キジカモ類は鳥類分類の一グループである。原生ではキジメとカモメからなる。原生鳥類を含む系統である新鳥類は原始的な根楽類と進化的な進学類に大きく分かれるが、進学類はさらに原始的なキジカモ類と進化的なニオブスに分かれる。このグループが単系統であることは J. クレイクラフトが指摘し、シブリー、 アルクイストモンローがギャロエンスリーと命名し、分類に取り入れた。多くの分類体系では階級を与えないが、シブリー分類体系では、小砂に位置づける。家畜及び狩猟の対象となる鳥類のほとんどは、キジカモ類に属している。現世、キジカモ類の目分類は、ほとんどの分類学者で一致するが、シブリーらは絆のうち方巻調化とツカツクリり顔。 方感調目として独立させた。ただし、この方感調目は、側系統と推定されている。縮めのうち最初に分岐した系統については他に、方感調仮説とつかつくり仮説があったが、分子系統によれば、方感調化が最初に分岐したようである。ありがとうございます。